ルミナとフロンとの交流は長くは続かなかった。ある日突然、兄弟は親に連れられて引っ越していってしまったから。行き先も知らない私は、二人と連絡の取りようがない。だから、精一杯祈るしかなかった。引っ越した先で、あの子たちが優しい人に出会って、救われていますように。二人が心から、楽しく笑えるようになっていますように。それがダメなら、せめて。あの子たちが強い心を持って生きていけますように。残された私は、兄弟を思って作品作りに没頭するようになった。私の仕事はぬいぐるみ作り。もしもあの子たちが戻ってきた時、二人が好きなだけぬいぐるみで遊べるように、熊と狐の仲間になる作品をたくさん作ろう。どれくらい作ればいいかしら。あの子たちが埋もれてしまうくらい、たくさんの作品を作れば、喜んでくれるかしら。だけど、そんなにたくさんの作品を作るには、時間が足りない。寝る間も惜しい。もっともっと、作らなければ。